実は体重がですね、2002年に結婚して、多分2004年ぐらいじゃないかなと思うんですけど、一番幸せ太りをしてですね、78キロぐらいまで、確か体重が増えたんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、それからですね、今測ってみたら、67キロ、まあ、66になった時もあるんですけど、今、このね、あの体重計で測った時は67、写真撮った時はですね、67キロとなりましてですね、11キロ、 の減量に成功しましまたということなんですがこれにですね糖質制限とかはしないしなんか運動制限とかも特にしないでむしろリモートが増えたので運動は去年よりも今年の方が減ってるぐらいなんですね。にもかかわらずどうやってこんなに痩せたか。 ということについてですね、えー、今日はですね、皆さんにお話ししたいなと思っています。まあ、実は63キロまでいきますとですね、あと4キロ痩せるとですね、大体僕、学生時代のベスト体重が62、3だったんですね。なので、ここら辺まで落ちると、まあ、大体僕、170キロなので、 まあ大体昔だったら0 9かけといってですね、えー、それで6 3キロがベスト体重って言われてたので、まあ、そのぐらいまで落ちますから、もうちょっと頑張ってね。まあ、大体その学生時代が、その身長が伸びるのもだいたい学生時代でも止まってるわけなんで、ということは身長が止まるまでは当然体重はね、身長とともに増え続けるわけなんだけど、身長が止まったらね、こっから体重だけ増えていってたわけですよね。でこれが、 あと4キロ痩せればね、戻れるということで、ちょっと頑張ろうかなと思ってるんですけど、じゃあどうやって痩せたかということについて、今日は話をしていきたいと思うんですが、まずね、一つ目に、えー、やったことっていうのはですね、まあひ、非常にシンプルで簡単なことなんですけど、小麦を食べないということです。小麦で作られている、例えば、うどんですとか、パスタですとか、ラーメンですとか、パンですとか、 まあなんだえー、餃子ですとかね。まあ、あの、お菓子ですとかケーキとかね。こういった、とにかく小麦の製品のものってすごいたくさんあるわけなんですけど、これらのものをとにかく食べない。 いうことですねでこれは、まあ、その小麦食品には、まあ、あのグルテンというものが入っていて、まあ、これが体によくないんですけど、まあ、ちょっとその問題をちょっと置いといて、えー、今回小麦食品をやめたらなんで、ね、あのダイエットになるかというと皆さんも経験あると思うんですが例えばご飯を食べるのとお米を食べるのと小麦食べるのでは小麦の方が消化が良くないですかで小麦ってそのグルテンの、ねえー、いろんなそういう作用もあって 食べるとね、お腹がすく、す,すくというかお、おな、もっと食べたくなるというかですね、というものがあるっていうことが一つと、そしてすぐ消化していくので、なので、朝食べたら昼までお腹が持たなくてですね、例えばおやつを食べてしまうとか、ちょっとチョコレートに手を出してしまうということをしてしまうんですね。で、特に朝、例えば8時から9時に食べて、昼12時じゃないですか、これ3時間ぐらいしか空いてないんですよね。で、でも12時から、 夜って6時間ぐらい空いてますよね。そうすると、仮に朝から昼まで持ったとしても、朝だいたいねパン、パン食だったら、昼までね、もう持たないと思うんですね。だから昼食べちゃうと思うんですよ。で昼食べるってことは、昼をもしこれをですね、小麦のラーメンとかこういうのを食べると、3時ぐらいに絶対お腹が空くはずなんですよ。だからここで、えー、おやつタイムということで、お菓子を食べてしまうわけですね。だけど、これを。 昼をちゃんとご飯を食べるってことをしておくとですね、そうするとおやつを食べなくていいわけですね。ということで、一つ目は、その完食も防げるし、そして一日の食事も3食食べなくても、ご飯だったら2食でもなんとかなるんですね。なので、それにすることによって、そのカロリーも結果的に抑えているわけなんですが、これができるということが一つ目のですね、ものになります。で、今度ね、二つ目。 に挙げているものが何かというと、飲みに行かないと。 いうこ,とでまあ、これはあの結果的にコロナになったことによって飲む機会が減ってしまったとっいうのもあるんだけど、なるべく自分から自発的に飲みに行くということをしない、ねまあ。当然、誘われたりとかしたらね、あの僕、断らずに行きますけど、その自分から飲みに行こうということをね、飲み会を企画するとかということは基本的にしないということにしていますで。仮にね、それをしてしまった場合、ね、飲みにあの連れてってもらった場合とかは、 当然ですね、皆さんも経験あると思うんですけど、飲みの席ってめちゃくちゃ食べてるんですよね。だから普通であれば、なんか唐揚げ食べたりとか、お刺身食べたりとか、ね、何か食べたりとかしてですね、最後にですね、なんか、その、おにぎり食べたりとかしつつですよ。で、その後ね、2軒目に行って、またね、何かね、あのお菓子食べたりとかですね、したり、えー、ポテチ食べたりとかしてで、その後なんかラーメン食いに行こうとかって、どう考えても食べ過ぎなわけですよ。 これってやっぱりお酒を飲むことによって、その酔っ払って、その、なんていうの満腹係数というかですね、これがおかしくなってしまって、やっぱ食べ過ぎてしまうんだと思うんですね。で、まあ、それは、あの、飲みの席ですし、楽しむことは悪いことではないと思うんですけど、で、仮にそのようなことをしてしまったら、カロリーオーバーになっているので、なので、翌日は、なるべく、 そのカロリーを消費するまで次のものを食べないっていうのをするんですもうだ朝だから食べるとか昼だから食べるってことじゃなくて、そのたくさん食べたわけだから、それらがちゃんとカロリーが消費して本当にお腹が空いて食べたくなるっていう時までは食べない。だから一日三食食べるとか、そルールはもうとにかく僕はなくしてるっていうのは、これマイクラスボンなんですけど、そのようにしましょうということなんですね。これが二つ目。飲みに行かないということですね。で、三つ目。 3つ目はですね、何かというと、自炊をするということなんですね。で、あの今、ほぼ100%と言っていいぐらい自炊をしているんですね。あのというか、もう、そもそも総菜買ってきたりとか、コンビニ弁当を食べるとかってことは一切やってないんだけど、なんでかっていうと、その自炊することが、実はダイエットとかにつながってるんではなくて、何が違うかっていうと、結局、我が家には砂糖がない、砂糖っていう調味料が置いてないんですね。なので、 その当然、糖分を取ることができないんですよ。で、砂糖を取らないような生活にするということ、もちろん酸温糖とかそういうのも含めですよ、それ甘いもの一切あの、そういう調味料系はないということですね。で、だから自炊したとしたら、砂糖系のものは一切取らないので、まあ、あの単純にフルーツとか、そういうもともとある甘みのあるものは食べますけど、そういうあの足して砂糖を足すということをしていないということですね。 でもう一個はです、ね、添加物を取らないということなんですね。でその添加物を取るというのはどういうことかというと結局、もともとあった食品の味ではなくてそこに何か足すことによって味をいじっているわけですよ。で、結局本来の味ではないものにしてるわけなんですね。で、それをなるべく本来持っている食品の味に戻して、えー、あの甘みとかをちゃんと味わっていくということですね。 そうすると、これでもまあまあいけるんじゃないかなと思ってるんですね。これが三つ目のですね、えー。自炊することによって、えー、砂糖を取らなくする。だって、もともとね、惣菜買ってきたら、あの、ほとんど砂糖とか入っちゃってるんで、あのー、取らないようにするということと、そして添加物を防ぐということをやっています。添加物を防いだからといって痩せるわけじゃないんだけど、あのー、結果的に、えー、いいということです。で、四つ目。 これ最後ですね。四つ目は何かっていうと、まあ自炊すると似回ってるんですが、逆に今度外出することがあるわけですね。でその場合には、自分が、その、外出するときに、おにぎりと麦茶を持っていくということですねで。これなんでこれが大事かっていうと、結局外食をしてしまうと、その世の中の外食のものの中は、ほとんど砂糖を使った料理になってるんですよね。で、あの、必ずそういうものが入ってるじゃないですか。 そうすると、どうしても糖分を取ってしまうんですね。だから、これを砂糖をとにかく取らないようにするためには、外食をする機会を減らさなきゃいけないので。なので、おにぎりとお茶を持っていく。で、お茶を持っていくっていうのも同じですよね。例えば、なんかどっかで、何かの飲み物を飲もうと思ったら、例えば、清涼飲料水とか飲んでしまうと砂糖が入ってるし、ポカリセット飲んでも砂糖入っちゃってるので、ね、ただそういう、まあもちろんね、あの、ブラック飲めばいいんだけど、そういうことをすると。 そしたら当然ですね、外食する機会が減れば、添加物も取らなくていいしということですね。そして、そのカロリーのコントロールが外食ってしにくいんですよね。例えば、家だったらちょっと残す。 ということで、きますよねでつあの。夜に回すとかってこできるんだけど、外食すると、なんか食べないと悪いしね。あの量の調整がなかなかできないですよねあの。小鉢で出てくるならいいんだけど。なので、まあ、そういうような形にしてみるといいのかなということで、ちょっとまとめてみるとこんな感じです。ということでですね、えー、やってみました。えー、皆さんもねあの、これ実際やると大,大変なんですけど、えー、これやっていけば、 糖質制限なしに、カロリー制限なしに、運動もしないでちゃんと痩せることができるということで、よかったら実践してみてください。